眠薬を飲むか飲まないかという話の前に、僕らは絶対考えておいた方がいいことが一つあって、それが睡眠のためにいいことをある程度きちんと押さえておいた方がいいですよっていうのが一つあります。例えばなんですけど、一番多いのは寝つきが悪いのにすごく早くお布団に、例えば先ほどね、7時になると眠くなるというふうな方と同じように早くに布団に入ってしまわれる方が結構いらっしゃったりします。早く布団に入ったら早く寝れるんじゃないかって思うんですけど、実は不眠っていう状態になると寝つきが大抵悪くなるので、早くお布団に入ると余計に布団の中で苦しむ時間が伸びていくんですよね。寝られへんって、そういうことを苦しんでるうちにですね、私はもう寝れない体になったんじゃないかっていうね、信念がついてくるんですよ。でやっぱ寝られへんかったっていうね。一番重要なことは、今までとちょっと違うことをやってみることが少し大事で、少し布団に入るのを遅めにするっていうふうなことをした方が寝つきが良くなるっていうのが、例えばその工夫の一つです。それとはまずさっき言ったように、光を朝浴びるとか、夜になったら光を暗くするとか、軽く運動をするとか、邪魔するような物質、お酒、カフェイン、タバコのようなものを午後からは体に入れないとか、お風呂にゆっくりと入ってリラックスする時間を作るとか、そういったことを一つ一つやってみられるっていうことをまずちゃんと同時にやってますかって、すごい大事なことだと思います。で、睡眠薬を飲むか飲まないかで言うと、飲まずに眠れるようになったらそれでが多分一番いいと思います。今の最近のね、睡眠の医者とかの考え方っていうのは、まあ、なるべくね、必要がない睡眠薬っていうのは減らしたりやめたりした方がいいですよっていうふうには言われてるんですけれども、それ以前にやっぱり一番大事なのはそういう睡眠の衛生と言って、睡眠衛生と言って、睡眠にいいことをきちんと実践してますかどうですかっていうことをきちんと確認していくっていうことがまず大事だと思います。で、じゃあ睡眠薬を飲むということがどういう意味があるのかということだけきちんとお話をしておくと、おそらく今お飲みになっている睡眠薬は、ほとんどのパターンの睡眠薬というのは、お酒に極めて近い成分です。お酒に近いです。脳の中で作用する場所もほとんどお酒と同じです。ただ、一つ大きな違いがあって、お酒と睡眠薬と比べると、あ、聞きます。ちょっとアンケートしますね。睡眠薬の方が体に悪いと思う方、どれくらいあります？お酒の方が体に悪いと思う方。あげにくいですね。はい、ありがとうございます。ね、比較にならないです。お酒の方が圧倒的に体に悪いです。はい。お酒って、例えば、バケツに一杯飲めば確実に死にますけど、睡眠薬はバケツに一杯もし飲めることができたとしたら、それで死んじゃうことはありません。それぐらい毒性には差があります。でも、作用している場所が同じなので、お酒を毎日飲んでるのと同じことです。いいことですか、悪いことですかと聞かれると、まあ、休肝日があった方がいいんちゃいますかってお酒飲んでる人も言いますよね。同じような感じです。時々飲まずに済ますことができる日を見つけることができたら、その日は抜いてみてもええん違いますか？それ以前に、お酒に頼りすぎるようなストレス発散方法が全くないとかも含めてね、そういうふうな生活になってませんかっていうふうな考え方をしはるのがいいと思います。要するにですね、100% いいとも言えませんけど、晩酌をしているというぐらいの感覚で受け止められるのがいいん違うかなというふうに思います。逆に言うとね、何の問題意識もなく晩酌をしてるっていうのは結構問題なんですよ。何の問題意識も持たずに毎晩晩酌をしてるというのが、体に問題ないって思ってることの方がひょっとしたら問題かもしれないです。皆さんの周りもいませんか？ね、そういう方は、ちょっとたまには抜く方が体にはいいわよって言ってあげてもいいかもしれません。まあ、その程度のものです。